三木のサービスエリア上りで車中泊させていただきました。ほら空がピンクでちょっと綺麗ですよ。今日の風はどうでしょうか。天気は良さそうです。今日は当日エントリーでミキの2日目頑張ります。寺頼むね。やります。ハンド、はい、グッド、よし、今日こそ頑張るぞ。じゃあ出発します。こっからすぐ着くぞ。参加者が多いのか、もう駐車スペースがないです。テントを設営しました。指を負傷しました。テロの包帯が役に立ってます。こんなところで犬のテーピングが役に立つとは。ただね、皮がね相当ベロンってめくれちゃって結構ヒリヒリ痛いです。これで今日ダメやった理由ができた。照らし台県内ディスクジャパン2016-2017 ウエストデビジョンゲーム39。練習しに行きましたよ。今日はスモールたくさん出ますよ。いいね、楽しくて。狙い行くよ、狙いやるよ。風のせいには力んでる。3、2、1、GO。おしくー、テラーテイク。おなしく、5ポイント。テラーテイク。もう忘れたか、今、会話してたから。30秒ポイント。テラーテイク。ノーキャッチ。15秒前。テラーテイク、テラー。はい、最後。ゆっくり。5、4、3、2、1。ご途中3との成功で15ポイント。遠慮せずに、テラ絶対取るんやから。1ラウンド目終わりました。
テラチ555、そして15ポイント、4ポイント差で2番目ですね。こちらのチームマッチポイントが15ポイントを持ってのセカンドラウンドではなります。よし、トライ。パスロー、キャッチコが5ポイント。ゼロ、ゼロ、おいで。ここ、よしよしよし、いけ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 。2投目ノーキャッチ。ゼラ、でもいいかも、それで。ゼラ、頑張れ、走れ。30秒経過。はい、頑張れ。ゼラ、ゴー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 。よし、惜しい。さあ、いいお足を見せたディスク。ゼラテイク、もう1回いるよ。5、0、0と来て、ついてスロー、4投目。よしよし、頑張れ。15秒前。はい、ゴー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 。よし、ノーキャッチ。5 4 3 2 1、タイムアウト。ここで時間いっぱいタイムアップ。4投中1投の成功が5ポイント、ノーカルポイント20ポイントでゲームを終えております。2ラウンド目4、続きましてディスタンスアドバンストクラス。非常にタッチのうまいねワンちゃんですよね。今日は風ありません。思いっきりいきましょう。予選通過第4位テラのファイナルステージ参ります。セット、スリー、ツー、ワン、ゴー。1投目テラナイスキャッチだ。5ポイント。さあ、まずはファーストスローを成功させ、セカンドスロー。さあ、2投目もキャッチ成功。一つエリアを伸ばして6、ここまでは2投投げて成功、11ポイントを獲得。戻って3投目。これはシーンのキャッチ。さあ、ここで一つミスを挟んで、さあ、今シーズン狙ってきたことをこのラストラウンド、さあ攻めてくる。ナイスキャッチだ。6ポイント。さあ、ここまでは4投投げて3投の成功に変わる。もう1投間に合うか。さあ、間に合った。ラストテラージャンピングキャッチは5ポイント。ナイスプレイ。さあ、ポイントの方は56065で22ポイント。トータルは42ポイントでフィニッシュ。さあ、いいプレーでしたね。42ポイント。さあ、トムと1ポイント足らずといったところですが、頑張ってもらいました。富永和彦、ファイナルチーム。今日はウエストディビジョン最終日ということで、みんなで記念撮影します。この丘全体にすごい遠い感じが2016-2017 ウエストディビジョン最終戦、皆様大変お疲れ様でした。皆さんどうもね、お疲れ様でした。そして撤収のね、本日はご参加、今シーズン、そしてご参加どうもありがとうございました。パチ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 。
い、2日目終わりました。またまた2ラウンド目に5ポイントというのをやっちゃいました。それでもなんとか昨日に続いて今日も2等賞ということで良かったんだよねとりあえずガス給油していきます。いつものお宝塚はちゃんと渋滞しております。のんびり帰ります。神戸北から宝塚渋滞13。やっと帰るって感じ。いやー疲れた。この間ね、2日連続は大変だねって無理やなって言ってたのに。でも違う、風は吹いてませんすごいプレッシャーやどんだけ風に弱いって読めないなみんなが教えてくれる風はないよ自分の時だけさ風が止む気合で風も止む風は嫌だって風は嫌いだって7ポイントでもキャッチしてくれたらね、と気持ちよかったな。もうちょっと気持ち高く投げれば取ってくれるな。昨日が寒すぎたもん。今日は暑かった。よし、いつもの渋滞始まりました。これは長いな。13キロ。渋滞中です。もうそろそろ脱出か。まだあと5キロぐらいか。だいぶ流れてきたよ。前に走ってるのは僕ちゃんさっき抜いたんだけど抜かれちゃった調節はしなきゃいけないなと今回は思いました。